おはようございます。ちょっと待ちを。音量、これ最大か。いまいち。おはようございます。なんかいまいち読み上げ小さい。実際いらっしゃいませ。ありがとうございます。読み上げ小さい。朝から読み上げ小さい。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。また厳しいな。9時間で終わってません。4分の3のライト、LED のとこまでしかついてない。メンテ明けですね。25分ぐらいに予約枠に移行しますんで、それまではこれでいきます。で、ここが三石旅館さんです。で、目の前がふれあいサテライト三石って書いてあるのが見えますかね。ちょっと傾いてるな。あれは見た目分かりづらいんですけど、駅なんです。あそこに書いてある、あれ三石駅です。よっと。1日に7、8本ぐらいでしたかね、これ。おはようございますって。音量小さい。ちょっとこれはまずいな。どこの問題なんですかね、接触なのか。ささやき声だ、これじゃん。今日はですね、20度近くあります。全然寒くない。曇ってるんですけどね。調整しますか。なんでだろうな。どこも調整する場所ないのに、まだ短パンです。この通り。ちょっと速度が安定しない感じですかね。まあ昨日部屋の中でやっても安定しなかったし。あ、ダメだ。車が来ると音聞こえない。まあいずれ治ったり治らなかったりするでしょう。スピーカーのボリューム調整を最大にしてるんですよ、今。なんだろうな。で、今ここを出さなきゃいけないんでした。そう、ビアンキ。セレステグリーンではないビアンキ。おはようございます。そうです。オーディオデバイスの設定は、もともといじってないはずなんですけどね。ちょっと待ってください。よいしょ。オーディオデバイスのプロパティは常にマックスで、それが下がってたことは今までないんで、昼からそんなことはないよ、そんなことはないよ。それは気のせいです。音声がちょっとこうで、で再生デバイス、再生デバイス、あ、ちょっと下がってる。今日は苫小牧まで行きます。夜になってもつければいいんで。棒読みで、あ、直った。今出力のプロパティのこと言ってくださった方、ありがとうございます。そんなこと今まで起きてないって言いましたけど、起きてました。なんでだいぶ良くなった。それでもちょっと小さい気がするけど、全然問題ないな、これなら。でも勝手に変わるの、なんとかしてください。お笑い。間違えてお笑いに。あ、そうだ。まだ Xperia 起動してなかった。深夜に、やっぱり深夜の方かな。でも、おはようございます。9時台のフェリーはですね、なんと24年竣工かな。フェリーは9時台か、11時台か。あれ、どうした?起動しない。起動したかな?これ、即座に画面に反映してくれないんで分かりづらいんですよね。まだか。あ、来た。おはようございます。今からこれで今ここ出しますんで。まだです。で、今日も追い風なんで調子はよく走れると思うんですけどね。アニメーションいいから、アニメーションいいから、
バッテリーはほぼ満帆なんですけど、1個だけ アンカーストローっていう一番最近買ったバッテリーがなんか完了しなかったですね。やっと来た。で、うなぎ、あれ、蒲焼きのタレもついてたんでやばかったですよ。ご飯いくらでもいけてしまう状態だった。わかる。まあ、こんな小ささですからね。テーブル、いや、ビニールテープでぐるぐる巻くしてるだけです。まあ、これで動くはずだから、バッテリーはそうかもしれないですね。まあ、なんとかやってみてですね。おはようございます。現在地がまだ検出できない。まあ、この状態でほっとくかな。よし、おはようございます。そして、ここのとこは閉めにくいかな。よっ。この上に、キャリアの上にも積んでると。その横のバッグの開閉が爆発。おっと、25分。あら。結局、こういう時間になったか。じゃあ、ここで予約枠取ります。広告してもらって、もらったチケット使いますんで、ありがとうございます。とりあえず、でもやっぱり音量小さいな。じゃあ、一旦これで止めますね。予約枠に移行します。じゃあ、また後ほど。おはようございます。再利用で、シルバーチケットで、そうだ、こっそり広告設定オフしとこう。なんかもらいすぎてる気がする。8時半スタートと。よし、予約する。まだ表示されない。来たかな。まだか。予約は表示されるけど 予約ページに戻るリンクが表示されない。27分になったからもう入れるはずなのにな。これでいいか。視聴する。持ってるな。そうだ、FMLE。かなり傾くな。そういう平日だった、そういえば。
起動してない。あと1分50秒。立ち上がりが遅い。アンノンエラーカード。びっくりした。またウェブカメラダメになったかと思った。有給取ってます。ウェブカムキモヒエフェリーは今日の夜。音声も OK、GoPro も OK、よし。今度こそ。メリーは今日の夜です。ああ、今行ってもしょうがない。5、4、3、2、1、0。配信開始。よし、OK ですね。ウェブカムキモヒエは今 FMLE 起動しようと思ったら1から、ウェブカメラがですねまた認識しなくなってキモヒエました。お、自動無料延長確認しました。お、引きこもりの方いらっしゃいます。で、オートフォーカスオンにしてなかったっけ。いや、手動フォーカスだ。よしよし、じゃあ行きますかね。冷却、無添加ケーキやろう。来たな、この無添加ケーキやろう。お、いってらっしゃい。よし、荷物、これはもうすぐに取り出せるものを入れとく袋として使うようにしたので、あのウィンドブレーカーとかも入ってます。まだ出ないですか今ここ。今ここアンドロイドの今ここなんか動きが不安定でよくわからない。今ここ出てないんですね。ですよね。あのこのバグの開閉するとそれなりコストがかかるので、よいしょ、開けるないけど閉めるのが。荷物20キロ多分あると思いますね。で、あ、 GPS がまだ捕まえきれてない。あ、寒くないんですよ。20度ぐらいあります。昨日よりももう少し暖かいぐらいじゃないかな。まだ気温冷えてこないですね。本来こっちはこんな暖かいはずないんですよ。よいしょ。ちょっとしばらく放置しときます。ホースラインって書いてあったから、馬バスですかね。私もなんかちょっと違ってたし。GPS がすぐ捕まえられると思うんですけどね。おはようございます。北海道、今日私のルートは夕方ぐらいまで大丈夫な曇りの予報になってます。大丈夫かどうかわからんけど、なんか馬っぽかったですよね今の。とっとっと、いかんな、これダイナミック、まあいいや。よし、じゃあ出発します。さて、午前中に稼ごう稼ごう。暑くなる。あ、来ましたか、やっと。よっと、あとはスタンバイ状態にしときたいんだけどな。まあしばらく行ってから。なんか煙ってますね。皆さんの映像はもともと白っぽいのであれかもしれないけど、今朝いらっしゃいませ。去年青森暑かったですね。
あれもかなりの厚さだったらしいんで、異常な感じの、なんか街が白っぽい。やった。おはようございます。うお、結構知りたい。曇りと、あとこれ霧が少し出てないかな、霧じゃないかな。なんかすぐそこの方がちょっと白っぽく見えるんですよ。ああ、今日も追い風でいいな。広い。雪を、お、青空がですね、昨日最高だったな。まあ、ただ、気候的には今日も走りやすいです。ぬるい気温で、追い風で。急に、そうかもしれません。追い風です。そう。連日なんか、50キロオーバー、1日50キロかいうことも私はよくあるんですけど、初日が70キロ弱、2日目が100キロ弱、3日目が80キロ台だったはず。動画、何すぎて。イベント、なんかお祭りとかよく見ますね。まあ3連休だったからかな、昨日まで。今日はそういう予約は少ないんじゃないだろうか。サドルにする。尻鍛える必要ありますよね。何領域？住める。まあ本当に人次第ですけど、大体100キロとか言われてますね、目安が。私は100キロでもなんか最近全然届かないな。今日の夜中の便の、9時台の便がですね、去年就航したばっかりの新造船なんで、50キロ、それが一番楽ですけどね、私には。ハンドル、でもハンドルとサドルが今大体同じぐらいの高さだと思います。確か。何がラック？よかった、広いです。そう、心臓戦艦。心臓人間みたい。気をつけて、どうも。で、真夜中に0時近くに出発するやつは、15年ぐらい前に就航したやつみたいです。おはようございます。なんとかクイーンっていうのが深夜のやつで、なんとかプリンセスっていうのが夜9時に出る新しいやつ。何？どこ？今日は特になんか、何も調べてないんで、セカンドライフ流行ったな、一時期。文字列だけ。ヒスギつかない。レオタード。ロード。ロード、長距離走るんだったらロードが有利っていう。なんとかプリン。フェリー充電どうですかね。水戸寝台ぐらいだったら充電できるんじゃないかな。気温アメダス見ると20度弱でした。月より遅いです。アメダス見ると この周辺20度近くあって、で、えりもの反対側の、初日に走った帯広辺りはなんか10度近くまで下がってるらしい。あと明日行こうと思ってる八戸もなんか15度ぐらいしかなくて。何タイプ？今日も何？ギア付き。オホーツクは？今日雨わかんないんですよ。夕方から苫小牧は雨になってる。攻め込むタイプ。私は攻め込めない。
曇ってるんですけどね、でも暖かいです。北海道の雰囲気、いやかなりありますよこの感じで。お、愛してる人いらっしゃいませ。私はこの景色はかなり北海道っぽいと思うけどな。ん10月8日公開は何がニコニコ。いや乗りますけどね、沖縄とか行って、沖縄とかに自転車持ってって。あ、そう、さっき電動自転車の話がありましたけど、電動自転車は飛行機積み込みはどうなのかな。ニコニコ動画、銀座北海道ん、まあ、いますね、ネロさんとか。いや雪上、後ろがソリになってる、後ろじゃない、前がソリになってるようなやつでしたっけ。すごく寒そうな景色見えるなこれ。暖かいんですけどね今。全然なんか、ご参考、ああ若い女性はいっぱい見ましたよ。潮風、今そんなに潮の匂いしないんですよね。これ録画どっちだと思いますか。私いくつに見えますか。肌白い、そうかな。うん。新しいましたね。55。あ、年齢か。自分で聞いといて忘れてた。55、35惜しい。生で、ああ電波いいんですかね今。またセブンイレブンだ。セイコマとセブンイレブンしかないな、道東からこっちにかけては。激トマ。うん。紋別まで51キロかな。苫小牧103キロだよな。もうそろそろ尻が痛みに慣れてきてもいい時期なのに。ランキングいらっしゃいませ。45、惜しい。若い女性いっぱいいました、エリモに。ほら。追い風ですね。向かい風で100キロとか。紋別は今日は通るのかな、途中で。紋別って2カ所ありますからね。こっち側の紋別と、オホーツク海沿いの紋別。カニのでかいハサミの像があるのは向こうの方ですけどね。ムラムラ。ビレッジビレッジ。ここつく、まあそうですね。初見までしか聞こえなかったけどいらっしゃいませ。わあ。この白いの波しぶきかな。いらっしゃい。これだとレンズに汚れがつくな。なんとか拭かないと。見えてますか、この白っぽい波の花。あれってどういう条件でできるんですかね。能登半島の海しけてますね。能登半島だと波の花とかよく出るらしいですけど、海がしけてやがる。フェリーは21時台と23時台があって、まあ21時台に乗れた方が私はいいかなと思ってるんですけどね。私は住んでるのは横浜です。神奈川県です。今回はおお波がこっちまで、怖い。いつ波かぶるかわからん、こりゃ。おはようございます。ございます。
アザラシとかいないかな。じゃあ、あ、まだ、あ、結構新しい昆布干してる。洗車、うん、うん。昆布、この辺り、ん？ほおずき？ん？自転車並みの？どんな音だろう。津軽海峡、津軽海峡はもどこだ。津軽海峡は函館の方ですよね。いや待てよ、そう、お笑い、お笑い、うっかりお笑いという手もありますよね。どんだけうっかりなんだそれ。苫小牧から乗ろうと思ってます。なんかそういうのも旅行として面白いなと思って。あと北海道はなんかいつ急に寒くなるかもわかんないんで。おお、見えますか、あの 白くなってんの。これ霧じゃなくてやっぱり波しぶき的なものが、うん、あ、フォグライトをつけてるというか、霧で大分との間はどこからどこ、あ、どこから出てるんですかね。津軽海峡冬景色、景色、函館まで、うん、召し上がり。あ、今のはまさか無敵食堂さんかな、ごちそうさんでした。 A セットいただきました。 A セット、聞こえないな。何か、私は歌えない人間なんですよ。歌を忘れた人間なので。ん、二度の、おう、かなりかなり波上がってきてますね。狭くて、確かに北海道に、いやでも海沿いこんなもんかな。こういう、北海道旅、猫と犬、可愛さは猫の方が可愛いとは思うけども、猫は何の苦労もせずに可愛い感じがするから、ハンガンビーキ的に私は犬ですか、犬ですかね。で、お、風が防波堤みたいなやつで、どのようなモンベルの、モンベルのサイクルレインジャケットとサイクルレインパンツ、締めて35,000円をちょっと1万円引きで入手してます。ん？もう一部、おー、柴犬かわいいですよね。そう、犬はなんか人間に対してある程度は貢献しようとする姿勢が見えるじゃないですか。はい、あ、雨具のことか。そう、もう10年以上経ってますからね。半分防寒具みたいにして、防寒具みたいにして使ってます。ん？何じゃなくなった、ゴッタクでもないと思いますよ。あのゴアテックスっていう、あの蒸気は通すけども、あの液体の水は通さないという都合のいい素材出てきてるので。ん？重っ。ミンチーライン、ミンチーライン、おっと、
そりゃ桃だからいつかはブラウン。ダメだ、頭の中で補正できない。だったらちょっときつかったかもしれない。そうですね、普通の、うん、確かにザーザー降りの中だと染み込んできますね。もう撥水スプレーとかでもうちょっとメンテすればいいのかな。汗でなります。汗でびっしょりにならないことはない。夏場とかそうですね。あんまりひどかったらもういっそのこと脱いでびしょ濡れになってしまった方が気持ちいいですけどね、夏は。え、何とこ米軍あるのかな、そういうの。うん、メーカー何の、うん、うん、あと雨具は使う頻度が少ないから、うん、まあ10年持ってるというかそんなに頻度使う頻度が高くないからかな。ワックスめんどくさいな。だったら100均の雨具買ってで、あの数時間で尻が真っ二つになったりしてる方がまだいいかな。去年ツワノで、まあ、自宅の近くで買っていった100均の雨がっぱのズボン履いてたらガードレールをまたごうと思って足上げた瞬間にベリッと行きました。尻が真っ二つでした。ベンチレーション、ベンチレーション結構いい感じですよね。雨は侵入しない方向に穴開けるっていう、そうそう、いやそういうわけでは、うん、いやあの雨具のサイズ入らなくなるというのは相当買わなきゃ。あれってフリーサイズだったかな、 M だったっけ。30キロも全然ないです。裏ミスはで、ズボンに穴が開いたとか写真撮ってるときに、あの時カメラは、曇ったりしたときですかね。萩行ったときに浸水して、ウェブカメラがえらいことになって、で、トツの方に持ってきてもらったドライバーで、ウェブカメラ開けたら、ちゃんと水が抜けて使えるようになったっていう。で、GoPro の防水ハウジング、純正のハウジングがあるんで、それに入れとけばあります。ん、曲 GoPro ハウジングに入れてしまえば雨は完璧なんですけど、給電し続けながら動いてると思うけどな、給電し続けながら撮ることができなくなるのと、あと録音どうするかって問題が出るんですよ。今これ配信しながらの時はパソコン側で音を録音して後で GoPro 映像と重ね合わせるんですけど、雨降ってるとハウジングに入れた GoPro 単体でしか使えないから、なので撮影時間と音声どうするか問題が解決できないんです。今日はちょっとかなり痰が絡んでます。うん、そう、明日八戸がどうかですよね。八戸は明日雨マークついてなかったと思うんですけど、少し蒸し暑くなってきた。やっぱり暖かすぎる。穴開けても
給電するかのケーブル引っ張ってくる元も防水しなきゃいけなくなって、それはできないことはないかな。防水ウエストバッグっていうのあるんですけど、ケーブルとかを中から引っ張り出せるような構造になってるやつはまずないんで。何の動画、今日で北海道終わりの予定です。今日の夜からフェリーで青森へ。明日の朝には八戸。北海道は今回はちょっと偏ったところしか走らなかったかな。本当は内陸の方もいいんですよ。新潟や雨か。そもそも八戸から十和田方面に向かったときに、十和田湖まで何キロかも見てないな。だいたい 青森県の横幅の3分の1ぐらい行くわけだから、十和田湖1日で行けるかどうかって距離だと思うんですよね。いや、青森をあとはぐるっと回って、よく考えたら十和田湖しかまだ考えてないな。十和田湖、八戸、前はですね、リスト、そういうのは特にかな、特にかな。なぜ八戸かっていうと、去年青森ツーリングで海沿いずっと回っていて、で、津軽半島、あれじゃないです、津軽半島、下北半島をぐるぐる回って、で、八戸のに行かずに新青森から新幹線で帰ったんですよ、ニス切れで。なので、それの続き的な意味で八戸から走りたいなと思って、前小川原湖っていうところまで八戸には近づいたことがあります。多分あそこで八戸まで2、30キロくらいのとこじゃないのかな。恐山ヒルクライムは、嘘りこか。まあいいや。北側の大畑の方から登ってくる道はかなり良かったですよ。木陰も多くて気持ちよかったです、夏に登ると。で、恐山から陸奥市、奥入瀬、今回行こうと思ってます。陸奥市に向かう道が、霊場から少し登って市街地に下るんですけど、その少しの登りがひどすぎます。車多いし、勾配10%超えてるし、あれがツーリングの中で一番きついところだったな。瞬間的とはいえ、確か峠の名前もあったんじゃなかったかな、あそこは。どこに行きますかって言われたかは、札幌行きのバス。道がなんか今一つになってきたな。電波は、そうです、恐山への上りは電波ないというか、あれは確かバッテリーがなくて、恐山までセーブするために撮らなかったんですよ。でもあそこは GoPro で撮っとけばよかったかなって後悔しました。おはようございます。弘前も行ってないですよね。弘前も奥入瀬、十和田湖行った後に行ってみてもいいかなと思ってますけど、まだその先どう回るか考えてないんですよ。考えてないと言ったら、夜9時の便でフェリーで行ったとして、朝5時前に八戸に着いてどうするかっていうのもありますね。その時間に着くフェリーがあるってことは、八戸でも何らかの店空いてると思うんだけど、日野翔平さんはどこなんでしょうか。雨でもある程度は降り方次第かな。もう放送を諦めればかなり雨装備は固められるんで、去年、延長を確認します。そらそうですね、途中はサラブレッドがあるぐらいかな。サラブレッド銀座、カモメ、究極、いや究極とまではいかないですね。いろいろ改善してほしいところあるし、トマトか。まあ
このタイミングで延長確認、延長しましたっていうコメントが流れてないと思うんで、やっぱり配信開始ボタンが押せてないからか、聞かないな。あれ、これ延長できてる、もしかして無料延長ができない。え、あ、延長コメント出てましたね。じゃあちょっとリロードしてコメントしばらく見えなくなりますけど、映像は続きます。風が追い風だから いくら強くてもいいですよこれ。どうだ、出るか出るか、あ、大丈夫。え、29分過ぎてそうなんですか。いや、まあどっちしろ延長できてました。延長はさっきできてて、でツールの方にもそれを認識させたんで大丈夫だと思います。あと10秒後に、あ、じゃあちょっとこのまま待っとこう。延長失敗詐欺が起きるかどうか。カメラなかなか水平にならないな。カメラあまり傾いてきたらまた教えてくださいね。あ、そうだ、映像もしかしてこれ、こうか、バイオ待機、あ、そうそう、小さいやつです。こんなの大丈夫でしたね。で、映像がですね、ちょっと昨日の夜向けに少し調整したままだったんで、これでちょっとだけ道路見やすくなりましたかね。今まで道路真っ暗でしたよね。まあでも上見たらこうなるかな。車、この道はもう他に道ないですから。じゃあ行くか。自動延長にしてるんです。してていますと、さっき実際働いてました。働いてたけど、私が気づかなかった。あとツール上で延長できたことが認識できてなかった。フェリーは2等進出ぐらい取るかな。延長失敗詐欺ですね。私の放送は30分経ったところでよく起きるんですよ、それが。最初の延長の時に。それ以降に起きたことはまだないです。あ、風楽、追い風楽。ん、風はん、何歳の方、私の年齢だったら死に歳ですけど、ではないのかな、今の質問は。ゆるく下ってんのと追い風なんで、25歳学生さんです。ん、どういう作業、翻訳出す、ああ、翻訳って、あの、役年ですよね、暗黒役年は、あんまり意識しない間に終わってたと思います。もう終わってますよね。今42歳で、今年43歳になる人間は、全く年齢で一律厄年になるなんて、うまい商売考えたもんですよね。よし、楽しんで、ありがとうございます。北海道は全然寒くないんですよ。見た目に反して暖かいです。景色的にすごく寒そうに見えると思うんですけどね。そう、今日青森、夜青森に向けて。ん？何が？沈没ですよね。そうです。そう、いいか。北海道は夏休みが短くて冬休みが長いんですよね。
えてみたら夏休みが短いっていうのは、北海道の学校に通ってると夏休みの1ヶ月ツーリングとかできないわけか。何の関係？ありました。私が線路は今どっちにあるんだろう。こっちの今の山裾にあるんですかね。紙面惑わずって言いますからね、不惑。うん、お金づかありがとうございます。今日平日なんで見られない人も多いんですよね。まあ、ただ私は本来の目的から言うと常連さんはどうでもよくて、新規に見てくれる人が自転車旅行が楽しいとか割とそんな難しくないっていうのさえ分かってまたどっかに行ってくれればちょうどいいと思ってますね。思ってるじゃないな。確かにその耳常連さんとか来てくれるのがコミュニティ的な面白さはあるんだけど、根本的な目的はまた違ってて、あれ線路ないな。今じゃ内陸の方にあるのか。あ、25日。ああ、短めではあるけどもあるんですね、そんだけ。うん、なんかあったら。そうそう、なんかそういう結びつけるのは弱いよ、心が弱いよ。まあそうやって生きたところで別に害はないですけどね。納得して生きられるかどうかっていうところに違いが出るのかな。あ、そうそう、あとあの街路灯の上の馬見えますかね。すみません。うん、水を走ってます。あの街灯の上にですね、全部の街灯の上に馬が乗ってるんです。無責任、すみません。その辺はもう意地でも それを貫き通そうと思ってるんで なりますね。あ、そうだ。お、いらっしゃいませ。本日はありがとうございます。で、うん、ん？ちょっとあのカメラオンカメラでこの新日高町の街灯多分全部あれなんですよね。なのでちょっと長野、あ、そうなんですか。北海道みたいに短いってことかな。ちょっと待ちを。夏からダミ？ちょっと待ってください。文字でピントが合ってるかどうかを、この辺りか。これ近い、こいつです。でかくな、うん、そうですね。なんか大手がどうとかそういう話が出てくると面倒くさくなりますね。こうか、このぐらいか。手動フォーカスなんでなかなか合わせるの難しいです。ということでそんだけです。あの馬のフィギュアは一体何百体、何百体作られたんでしょうね。ん？何して馬乗って。馬は通れる道とかそんな制限少ないんですかね。馬禁止の道とかはないんだろうか。高速道路は多分入れないだろうけど、一般道は全部馬 OK なんですかね。うん、北海道冬休み長いらしいです。一体あれよじ登ってもぎ取って、バヌシ、バス、パシクル、ん？水準器、あ、デジカメですね。そうそう、あれ便利なんですよ。あのトラクター、あの私はデジカメで撮るとだいたい傾いてるんです。だからこのデジカメの、まあデジタル水準器だけどそれなり助かってます。おはようございます。そう、この辺りサラブレッドとか あの名産地なので畑に馬が植わってるんで
でその有名な馬の記念館とかもあったみたいですけど、成田ブライアンのやつは今ないとかいうコメントが昨日、いや今でも、うん、タヌキか、あれなんかしがらき焼きでいいんですかね、のタヌキ売ってる店とかもうタヌキが溢れかえってるからな。あー、あの単掛け欲しいんですよね。瞳系があんだけでかい単掛けをってなかなかないんですよ。安物だからかえってなんか普通のやつと違う企画というか、まあスペックらしいんですよね。なんかのおまけだって聞いたから、あれん、あ、今なんて、船入り順入り口、1馬力、そうですね、まさしく1馬力。スイカは旭川の近くにスイカの名産地ありましたけど、トーマか、トーマ、他のところにもあるんですかね。北海道で有名な農業アルバイトでスイカ転がしてるのもあるわけだし、その日が一様に当たるようにひっくり返していくっていう、あれのスイカ転がしバイトは意外ときついらしいですね。中腰姿勢で重いスイカを、停車両、ステーチャー、今日距離長いんですよ。だから午前中にもうある程度走っとかなきゃいかんなと思って黙々と走ってるところです。で、追い風なんですごい助かります。行ってたまに荷物が落ちてないかどうかもチェックしないと。停車両、もう回ってる回ってる。あれ、ホッケだ、ホッケだ、ガンガ、ほんとかよ、今のホッケですね、ぐるぐる回ってたのは。遠心力、網とか持ってきてれば昼飯魚焼いたりできるけど、生ゴミ出るしな。今ホッキーって言ったのはホッケー、ホッケー、あ、そうそう、デンスケスイカ、黒いやつですね。人生が何かが川、私はなんか自分探しとか人生変えるためとか の旅行はまだしたことないんで、私は何とも言えないです。私はなんか旅行してると、まあ過去に何度も言ってますけど、知らないところで旅館とかテントとかに泊まって、自分がなんかこんな全然わけわからんとこにで寝てるっていう状態がすごく面白い。馬輪行、自分探し、なんか自分探しって言葉一時期流行ってましたよね。かなり前かな、自分探しとか言ってたのは。羊、ホッケーウルフはドイツでしたっけ。長寿川、スーパーエゴは何だっけ、知らない土地。まあインターネット時代で情報が事前に情報が調べられるからですね。でも、ん、流行って自分探したたき、ん、以前動画の、そうですね、輪行、冬が厳しいからな、鮭、馬を輪行袋に担げないですよね。ん、どれで、焼き網ありますね。ん、ベリー博のつもりです。まあ、で、インターネット予約したら 10% 引きなんですけど、時間、21時の、ね、に間に合うかどうかがよくわからないんで、まあでもフロアは船の中で入ればいいから、夜9時台に予約しとこうかな、昼頃に。はあ、わあ、
見聞選択肢、ああ知識増やすっていうのあるでしょうね。ビートルズ、インディ、ビートルズってそうなのか。モラトリアム、モラトリアムは就職前の状態と思えばいいんですかね、モラトリアム。今日は暖かいんですよ。この3日間予想外に暖かい。あ、4日間か。いつでも本気で寒くなるか分かんないです。今この暖かさは異常らしいんで、私にとっちゃ超都合がいいですけどね。多分八戸もお風呂あるんじゃないですかね。苫小牧の、あの港の周りを銭湯で検索したらなんかたくさん出てきてびっくりしました。船着き場の周辺って銭湯が多いんですかね、でっかいフェリーが着くところは。なんかこう、そうですかね、各地のその実態、ツアー旅行じゃなければ結構その現地の実態とか分かったりしませんかね。私もあまりその方面は詳しく見てないけど、景色とかしか見てないし。船会社、ああまあでもあの当日窓口っていうのもありらしいんで、再認識する。私はなんかそういうの感じたことないな。個人で、いや団体旅行とか否定は否定するわけじゃないですけどね。模擬台風、まだまだこっち側の方には影響ない来てないんじゃないですかね。来てんのかな。低気圧で暖かいとか。おっと、すいません、うわ、フェリー風ついてます。21時台のフェリーには2個湯船があの写真載ってた。23時台のは1個。でもどっちもすごく快適そうに見えた。働きながら、バイトしながら旅行っていうのはいうスタイルもありますよね。政治絡みの話は興味ないっていうか、私は細かいあの詳しい背景情報を知らないから昔のこと言えない。で申し訳ないけどその手の話題にはついていけません。寝とうよ、博多弁では寝ているよって意味になりますね。夜中、ああ、あの昨日の夜もあの三石温泉から宿まで5キロぐらいもう真っ暗でしたよ。ど真っ暗でしたよ。大学生惜しい。あ、馬牧場、ここまでもいっぱいあったんですけど、この辺りの牧草地は大体牧草地的なところは馬牧場みたいですね。誰か、うん、街灯内です。ん、フェリーが、あ、風呂ですか。そう、一本道これしかないんですよね。押さえてる冬は雪あるんだろうな。でも積もることはないじゃないですかね。あの矢印、下向き矢印看板がない。今日の見どころこことか。ディアトツはあの襟裳岬に向かうときに襟裳岬の旅館の方にぼやけてます。あの白っぽく見えてるのはウェブカメラの汚れでどうしようもないところはあります。少し白っぽいっていう程度ですけど。で、ちょっと待ってください。よいしょ。それが博多弁がですね、家族とか、あの家族とか、あと
目下の人たち相手じゃないとどうしても出せないんですよ。何々しとっちゃろうとかは。このタイプのカメラがもうないんですよ。そう、意識してもなんかできないんですよね。フォーカスは今、フォーカスは、うん、この辺り日高でいいと思います。で、馬見えてないか、これ。またじゃあカメラやりますか。ちょっと待ってください。よっと。あ、そうだ。表示をできるだけ消しとこう。これでいいか。よっ。こう？これで見えてますかね。おおお。まあ見えてるのかどうかが見えない。見えない。私はなんかあの小さいモニターだと見えない。上がちょっとか、まあいいか。そう、襟裳の春は今秋ですけどね。と元の表示戻して、よし。小工場セーラーの人しつこいな、しつこいな。ていうか私見てないから、見てないからネタを振られてもしつこいとしか思えない。多分面白いなと思うんですけどね。知ってたら食いつきますけどね。何を聞かせた。眠い。あ、デフォルトがこれなんですよ。さっきデフォルトに戻したんで。今後の天気、あ、ちょっと晴れてきた。晴れです。コントラストがぬるい。あの朝一番はちょっとコントラストを調整してきつめしてたんですけどね。お客さんいらっしゃいませ。ほんのちょっと調整しましょうか。コントラストを、コントラストを気持ち、どうですか。光学ファインダー、ああ。私はでも光学ファインダーほとんど使ったことないな、ついてても。なのでこんなもんでいいですか。こんなもんでトラウマ、まあいいや、これでいいことにしよう。あ、向こうにも馬いる。注意改善。でもこれはちょっとあの強くしているので暗いところが真っ暗になったりしますね。ん？何がパンク？ん？イクライカップ？よいしょ。ちょっと今日苫小牧まで。あ、マイクが絡んだ。ん？パンクして、あ、取り過ぎた車が。ちょっとこうで、これでいいか。よし。じゃあこれで。そう、パソコン持ちながら、ウェブカメラも持ちながら、コメント見ながら、自転車に、両手放して乗ってたりはしません。よし。車増えてるなぁ。あと平日だから多いっていうのあるのかな。そうでもないかな。うわ、うん、おお、一直線、もちろん単線ですね。電車だけで、まあそうですね。どうなんの、うん、どうなんじゃないかな。ここはどうに含まれるんじゃないですかね。こっちはどうなんていうと、あの函館の方だから。紅葉まだまだ、あの青森に渡って行こうと思ってる十和田湖とか奥入瀬もまだまだ、あの紅葉は10月上旬みたいですね。でももうすぐ紅葉ってことは相当寒くなってんだろうな、空気。いや特に
ちょっと臭い切れの匂いがするぐらい、臭い切れ。お、シシャモの看板出てきた。うん。話題に全くついていけないです。でもこんだけ開けたところなんだから、トラックが多少走ったところで排ガスだらけになったりしないと思いますよ。風吹いてるし。ヒガンバナ、あー。うん。他人の、あー。青っぽい匂いってイメージかな、私としては。そこまで今のは刺激的な匂いじゃないけど。木炭で、どこが静内温泉、10月1日オープン。馬牧場ばっかり。うん、そうそう。先週ですか。あ、そうだ、もちサミットあれは、お待ちしておりますわ。関係者の人じゃないですよね。もちサミットは、ん？無双花。もちサミット今年も私は行きたいと思ってます。うん。土日がもちサミットなんで、そうそう、もちサミット10月頭でしたよね。もうすぐだ、そういや。で、去年は、もちサミットというのは岩手県一ノ関市の、去年からスタート、始まった企画なんですけど、去年のもちサミットは地元のもち料理で、今年は全国から25店舗も集まるってんで、全部食い切れないよ、そんなの。私はもち料理好きなんで、ただ量食うとかそういう方向じゃなくて、本当に調理方法で味を競うっていう、まあ競うってどこまで争いが入るのかわからんけど、あれ何が悪かった、お持ちして餅巻きありつけませんでした、おとといですね、それは。オブ餅料理難しいな。塩気のあるやつも好きなんですけどね、お汁粉も捨てがたいよな。去年の餅サミットで美味しかった、こういうの食べたことなくて、しかも美味しいなと思ったのはゴンボ餅ってやつです。ん、醤油チーズか、チーズもいいですね。結構餅とチーズは反則気味。去年の餅サミットで優勝したもっちりハムカツプレミアムとか、あれは材料から考えてうまくて当たり前だろうって思うんですよね。モッフル、伊豆の店が確か発祥じゃなかったのかな、天城峠の近く、あそこの本当にうまい。餅のワッフルでモッフル、あ、延長できましたかね。あ、ここ前泊まったライダーハウスだ。今多分やってない、ライダーハウスはやってないと思うんですけどね。うん、チキンハン、いちごもうまいですよね。で、名前が変わってるな。ホエー放牧豚、放牧豚直売所、肉屋さんになってる。オーナーさんも変わったかもしれないな。進撃の巨人、空中軌道みたいな仕組みがあるんですよね。アニメか元漫画なのかな、あれはなんか動きとして面白そうに思うんだけど。そう、五右衛門風呂のとこです。これ勝手に裏に回り込んだりしたら総侵入なんのかな。この駐車場みたいなところに入り込むっていうのはどうなんでしょうね、普通に考えて。あって皆さんに聞くと、大丈夫っていう人と、何でもダメっていう人の両極端になるからやめとくか。ラフタ、こういう時はなんか聞いたりせずに、やるならやる、やらないならやらないで一気にやってしまうんですよね。後ろにあれ廃材置き場が昔あって、うん、コミュニティ、ありがとうございます。でも登録しましたっていう自動コメントに対して私はいつも反応しないんですけどね。
コミュニティ増やすことが目的とは違うんで、ただ見る側の人が見やすくするために登録していただくのはもちろん全然、コミュニティ大きくしたくないからするなとは全然言わないですけどね。ん？リンコですか？今のは配信して、どうだろう、人がいたら逆に聞いてみたりしたかったんですけどね。ここの11年前のオーナーさんはまだいますかとか、とかその本人の人目の前に来たって私は多分忘れてるだろうな。何言ってんすか。なんだっけ、襟裳岬のあのカントリーミュージック風とかを生演奏してもらったりしました、ここのオーナーさんには。お願いします。迷う、さすがに裏手に五右衛門風呂がまだ残ってるか見たかったんですけどね。確かあれは静内ライダーハウス、ライダーズインだったかな。小学生、まあ平地だったらまだいいと思いますけどね、送迎してもらって。歌、襟裳岬の歌、私もともと知らなかったんで一遍聴いても覚えられませんでした。しかもカントリーミュージック風だったから。あそこはあの前行った時は中はあの小さな食堂みたいな感じになってるんですけど、そこの隅にドラムセットとかあのバンド装備一式が置いてあって、白波、そうですね、路地、そう、案内名知らないんですよ。喉乾いた、そうだな。ん？ライダーハウスは何みたいなもの。確かもう少し行ったら壁画があったはず。プライスです。お、ガイド、確かに。あ、今追い風なんで。あ、来た。お、2両だ。長い。2両編成だ。向き的にはこちら向けて撮ったらいいな。いつもの編成の2倍ぐらいありましたね、今長さが。多分 1,2 時間後ですね、次は。なかなか、まあでもこんだけ線路沿い走ってそれは見られるか。線路の幅普通じゃないですかね。一本回か。部品？そうそう、単線です、汽車です。塩刈峠飛び込めば分かるか。昨日の夜とか三井市駅で折り返していった列車は1両でしたからね。 JR 北海道洗車、いや一瞬ですね、この広さは。お掃除本舗、歪んでて、へえ、雪とか。なんか、いや、2両でも多い方でした、今の。昨日、突然見たやつは1両だった。昨日、2、3回見たんですけど、この日高本線の列車は。1両でしたね、大体。2両は今日初めて見た。あと、特急の類は走ってないですからね。こういうところの路線はもっと大きな都市を結んでいる途中の寂しい場所とかだったら特急はいっぱい通るんですけどね。おはようございます。ん？朝のダッシュ特急かな。車両は一緒でしたよ。苫小牧まで88キロ。もう現実的になってきた、苫小牧が。地名はこれマウタっていうのかな。進化と書いてマウタ。
そこちょっと登ってる。うん、今日、でもですね、50メートルから100メートルぐらいの出っ張りが3、4個あります。気にせずに、何が？まあ、峠っていうか、出っ張りはありますね、アップダウンが。近接をユーザーがバス会社に占領されていた。バス会社、車の値引きですか。あ、かっこいい、あれ雷ダンプって小さい字で書いてある。雷ダンプ、軽トラだけど雷ダンプって書いてある。うん、サイクリングしますね。私はサイクリングが 元からやってて、それを人に伝えたいだけなので、また別の方法で伝えることができるようになれば、特にニコ生続けてるわけで、続ける意図はないです。意欲は、動機は。ソフトクリーム今日まだ来てないですね。この辺り、三河の、なんかどっかにあったな。ちゃんと残します。プレミアム会員の方しかご覧になれませんが、静内の、もうちょっといたら静内の市街地ですかね。カメラが曇ってるんじゃないかと思います。そんなに悪いかな。ちょっと見てみるか。確かに白っぽいっていうのは分かります。ただ耐えられないほどの白さではなかったと思うんですよね。驚きの白さでは。私が自分でタイムシフト見てそう思ってるんですけど。おっと、今、そんなに汚れてないな。多分中のレンズとかあたりが曇ってしまってるんだと思うんですけどね。手前ははっきり見える。ああこれのことか。海沿い今白いです。あ、そういうことか。なんだ、あ、自衛隊っぽい。海沿いはなんか波しぶきのせいなのか白っぽいんですよ。向こうの方が白いのはそういうことです。あ、なんだ、よかった、機材の話じゃなくて。肉眼で見ても向こうの方は白いんですよ。手前は色はちゃんと見えてるんですよね。水中が、変わらん、そりゃそうでしょ。台風はもう東京ですか。見えてますよね。結構線路と左右入れ替わること多いな。雨は夕方頃苫小牧降る予定なので、その前着きたいです本当は。でもそんなに早くは着かないだろうな、100キロあるし。あとほんの少しなんか風ってわけではないけど、なんか、水曜だからどう思いますか。なんで私はこんな平日に放送していると思いますか。雨は降ると、予報だと降りますね。静内川今通過したところですね。
生徒か。銀行は負けとか銀行は甘いという考え方があるけど、それはそう考えている人がそう考えていればいいのであって、全員がそう思わなければいけないことはないですよね。ネロさん、あ、私ネロさんの仕事知らないな。このソフト、あのパンツァーフロントとパネキット、どっちか出たら買う。てかパネキットアルゴリズムさえできてりゃもう移植するのに問題はないと思うんだけどな。フリーランスどうなんでしょう。あのアーツさんがネロさんの職業知ってて、知ったらびっくりしますよとか言ってるのは聞いたことあるけど、教えてもらったことはない。で、また自衛隊車両が通りましたね。いや、そんなにさっきと変わってないと思いますけどね。まだ青空は全然見えてないです。検索、特にその人の職業とかを知る必要はあんまりないかなというか、単に興味がなくて調べてないだけなんですけどね。調べるとか知ろうという努力をしてない。寝るのが仕事。テスト、コミン。予備維持？荷物、そうなんですよね。フェリーの輪行は、まあ、荷物つけたままで行けるんで、ただシルバーフェリーは自転車2000円となかなかの値段です。二等船室が4000円台だったと思うので、自転車代意外とするんですよね。まあでも荷物つけたまま、あの、ただ乗り込むだけでよければ、使う価値は回るかな、荷物が多いほど。じゃなかったらパッキングして持ち込みますけどね。シルバー、そうなんですか。単にそれ文字列から、文字、シルバーだけから言ってんのか。美人4姉妹がいる牧場はすぐそこです。なんで、あれもよくわかんないですね。一本山川長く、山川の道ってどんなんでしたっけ。あ、なんかありますね。ちょっとある程度余裕ができてきてからかな。静内川、あ、こっちが静内川か。車で負傷した。静内川ってこっちのことですね。こんなでかい川あったっけ。ジグザグ、あー、それやばいな。でも確かに車避けたいってのありますね。牧場、この牧場いっぱい見てきてますよ今まで。鮭は見たとこいない。ん、何が、何してる、何一つ聞こえてない。静内駅か、前確か見てないな。一応見ていきますか。道路の近くだったら 2,3 キロ離れてたらちょっとあれだけど、多分近くですよね。あ、そこに線路あるかもしれない。サートの研究所はそこら辺、あの茶色の屋根のあたりじゃないですかね。あの境港って書いてあるあの建物の横のあれじゃないかな。全く脳のリソースを消費せずに対応しました。ヘッターチェンス、サートの研究所ってそれのことなのか。静内、もう本当静内でっかいな。あ、マックある。マクドナルド、もしかして今回初めて見たかな。イオンとかの中にはもしかしたらあったのかもしれないですけど、マック看板はなんか
多分初めて見たんじゃないかな。馬が少ない道。あ、大手、馬牧場ですね。馬牧場って言い方しないんだろうな。あ、スマッチョ、いや、特に都会ですね。セイコンももちろん、多分セイコンは2軒ぐらいあると思う。こういう雰囲気、平らだったらいいんですけどね。よいしょ。車道がちょっと今走りにくかったんで、今そうでもないかな。マクドナルド1.5キロ。いや、2軒もあるだろうって思ったんですよ、このサイズだったら。だけど、あったら褒めてもらってもいいですよ、別に。しかも今、外れの方に1つあったから。熊牧場。シェアポテトってのはでかいやつですよね。あのポテト、カロリーどんだけあるかご存知ですか？多分セットのポテト1個食うだけで、500とか600とかあるんじゃないでしたっけ、カロリー。フライドポテトのカロリー見るとびっくりする。モスはないかもしれないですね。あ、そうだ、駅がどこだ。ちょっと離れてるな。あ、気をつけて、ありがとうございます。モス、あ、今ないのか。油が、そうなんですかね。油の良し悪しって体に影響あるんですかね。ん？マクドナル、あ、よく食べるか。2、3週間に1回ぐらい食ってるかな。フランス。今年も帰ってきました。生秋味。ガッテンデガス。もう一つ先か。めちゃくちゃありますよ。なんでも、市街地だな。あ、土日だけ。遠いな、土日。なぜ888なんだ。まあ札幌みたいなもんですね。ほぼ札幌。ニアリー札幌。アメリカンドッグ。1000オーバーか。すごいな。現在地は本町1です。ほら、そこの信号に書いてあります。本町1。今ここまだ出てますかね。あ、こっちから行こう。なんか今車の中で吠えてたな。あ、出てますかね。どうも。今のとこ大丈夫だな。こっちにいたら駅のはず。鍋作ってたら。北海道馬肉はどうだろう。馬肉は出てきたことあったかな、宿で。食いますかね。あ、食わないことはないんだろうけど。さん、何何？何を繰り返して？越えた先、橋、あ、これか。駅前はなんかそんなに、まあ今の駅は大体そうか。駅前に店はないんですね。札幌並み。まあ道路広いって言ったら結構ありますよね、あそこっち。で、静内駅はこれ左側の部分だけですね。右側はポッポって書いてあります。ポッポ駅はこの左側の出っ張ってるあそこだけですね。雲、そうですよね。
でも今のところ降りそうにはまだ見えない。富士山綺麗ですね。で、よいしょ。これが静内駅。馬要素ですか？馬要素ですよね。まず静内駅があって、こっちがポッポ。ほら、そう、外歩いてる人が少ないっていうのは確かに思います。桜湯高尾号ポッポ。そう、静内駅と、あとポッポ。だし醤油の素。素？このポッポは何かっていうと、バスターミナルなのか、こっち側は。でも真ん中のポッポが分からん。観光案内所なのかな？ん？桜ソフトって今ありました。そう、駅は端っこなんですよね、大体こういうとこのは。お、駅前交番だ。二重入り口だ。この子は今日の夕方か夜ぐらいになると思います。何を拝見？今走ってるって。イオンのでしょうね。ポッポはやっぱり観光案内所みたいですね。こういうのしか。なんか売店もありますね。走ってます？走ってるのか。何の話？新日高観光案内所。新日高町っていうのは多分これ新しくできたとこですよね。ひらがなだし。静内町とかが全部くっついたのかな、これ。新日高町は。観光センターがやっぱりポップなんですね。書いてある、書いてある。道。ライン。多肉が。こっから、ちょっと戻ってから少し裏道行けますね。苫小牧。じゃあ少しだけ裏道行きますかね。桜山。桜並木。桃とマスカット。桃が。そういうことって、軽食コーナーのことじゃないかな、ポーポーって。違ったっけ？今時ですね。なるほど。静内と三石って新高町か。どっちかに偏らせなかったんですね、名前は。何があるはず。で、静内の向こうがニーカップだったかな。電波いいですか。ここが。今ここ使ってるバス会社があるんですか？あれって商用利用。ちょっとアンドロイドをスタンバイ状態にして消費電力を下げときたい。やっぱりそれなりに熱持つな。リオ。本当に今ここ出してんだ。でもそれだったら、今ここ運営の人にある程度寄付を したりしてるんじゃないですかね。寄付というか、ドネート、ドネート、ドネーション。駅前の店も開いてないな。で、そこの道がちょっと国道沿いの、国道に並行して、
細い道で、あっちや、あーきっとさっきどっかで見なかったっけ、この道かな、うん、この道、ここにいたらすぐ国道なんで、うん、いろいろお店ありますね。そう、車社会、昔の私だったらもっと車社会を叩きまくってたかもしれないけど、今は残念だなぐらいの誤調、あの論調誤調にとどめてます。丸くなりすぎ、まあ、完全に車社会に塗り替えられてしまったとき、どんぐらいデメリットが出るかですね。あ、ケース電気。延長、USB の延長ケーブルを念のために買っておくというのがあるかな。電気屋さんがあるなら。そう、昔の、かつての私は、龍徳寺。山側の、ちょっと見てみるかな。バッテリーは載せてます。バッテリーだけで、2キロぐらいかな。で、充電機器含めてもうプラス1キロぐらいかな。2キロ以上あるかな。山側の道がですね、あんまりアップダウンがあるとちょっと時間かかりすぎてしまうんで、そう、荒くれ車でしたから、荒くれ車でしたから、いえいえ、フェリーは夜9時か夜11時ぐらい、どっちかです。2本あるんで、今静内です。新日高町になってますけど、静内っていうところです。もしかしてこっちの道通っていったら電気屋さん通り過ぎてるかな。曲やった、ちょっと一応地図で電気屋さん見てみようかな。あ、取り付けてますか。行ってみるかな。マック。朝5時に着いたらどうしようかな。多分何らかの店に入れると思うんですけどね。うん、苫小牧に向かってます。最終的にはフェリーに乗って八戸に渡るつもりです。丸くなりましたよね、物理的にも精神的にもか、身も心も。フェリーに乗って八戸に行こうと思ってます。青森県のホーマックだ。北海道のホームセンターといったらホーマック。でもホーマックは本州の方にもかなりありますよね、確か。長野で前見なかったかな。うわ、こっちもすごいな、全く車社会だな。で、すぐそこにマクドナルドありますね。 iPhone サーバー、なんかして、なんかですか。ケンタッキーに本拠地ってあるんですか。ケーズはすぐそこじゃなかったっけ、地図で見たら。食いまくってますね。あ、ベスト電気。本当にでかいですね。車社会的にでかい。うん。ロードバイクに。
あとあと刑事伝。うん、山田。山田とベストはどこにあるんだろう。まあいいや、とりあえず刑事電機であのケーブル見ていきます。店の中にはカメラ持ち込まないので、皆さんには曇り空とかを眺めておいてもらうことになりますが、ご了承ください。あ、入るとこ間違えた。車、まあそうですよね、何卒ご了承ください。やって、あ、時間的に回転時間、ああぴったりだ、すごいぴったりだ。じゃあよろしくお願いします。10時スタートか。うん、 JIT ちっとペヤング、あ、そうだ、焼きそば弁当って買っていこうかな、途中でどこで食うかは置いといて。よし、天気うまくってんのか。100メートル高い。ちょっと待って、あ、あったあった。何分、うーん、5分目標で行ってきます。じゃあ行ってきます。
特に買いませんでした。なかったというよりは、よく考えてる USB 延長ケーブル1本持ってるのと、別に持ってるのと、いや、ケーブルは予備がもう1本あったなっていうのと、普通の延長ケーブルって100均のと違って700円なんですよね。700円だったら、もう1本のケーブル、いいかなと思って、すいません、待たせて。申し訳ないっす。うん、見せ方ハブ考えの使わない、よくある。あ、 iPhone の充電ケーブル、もう一個なんだろうと思って忘れてた。 iPhone の充電ケーブルって格安の 2,300 円の除くともう1500円以上のものしかないですよね。 iPhone 5ケーブル買っとくか。うん、iPhone 5のケーブルって1年以上使って壊れたからといって、切れたからといって、私 au なんですけど、 au ショップ行って交換してくださいっていうようなサービスは特にないですよね。iPhone の充電ケーブルだったら iPhone 5ケーブル買っといた方がいいかな。 iPhone 5使えなくなったらかなり痛いから。あ、できます、逆に。うん、ポイント、ウェブカメラはですね、マウントできるかどうかが分かんないんで。あ、ベスト電気あった、また半沢か。ここはできるんだったら我慢しようかな。いや、多分今のビニールテープでぐるぐる巻いてる状態で持たせることはおそらくできると思うんですよ。100円のやつはなんか友達が使ってたら結構すぐ壊れたって言ってたから。ポイント、au ショップ、あ、au ショップこっちで入ればいいってことかな。でもどうだろう、そんなすぐ交換とか雨。まだで、じゃあついでにこんなんで補給食、ちょっと補給食食べていきます。消費期限9月24日って今日、もしかして。そう、羊羹パン、北海道といったら羊羹パンケーブル。うん、あと iPhone4 も一応あるんで。予備、何の予備、ほかに羊羹パンは昔から北海道で売られてるやつで、マイクロ USB は結構持ってます。100均のマイクロ USB-A とマイクロ B の変換ケーブルはたくさん買ってきました。これ羊羹かかってるだけです。昔ジャンボスワニーとか、あともう一つなんかシリーズが羊羹パン新しいんですけどね、メーカー別で。うん、水羊羹みたいなのが表面にコーティングされてるんですよ。うん、 iPhone でもこのタイプじゃなくてコッペパンタイプが良かったな。うん、そう、ちょっとだけ言おうか。シベリアか、シベリアはカステラダンクですかね、あれ。北海道の、まあ取り立てて羊羹味がそんなに強いわけじゃないんですけど、まあ珍しいんで買っちゃいますね。そう、この一見チョコパンっていうのもいいですよね。全然チョコの味しないです。あ、ダイソーあるんだったら買いたいな。そうか、ダイソーとかもこういうやつだったらありそうですね。先っていうと進行方向でいいんですよね。あるある。あ、それさっきダイソー見た。さっきダイソーとか固まってるの見てきました。そういえば。いろいろ頭が回らないな。固
タッパーはこの中に入ってます。上下で定価3万5千円のカッパが入ってます。半分くらいでいいか、ここは今静内です。ザンギ食べてないし、でもザンギは食った。昨日の夜寝るのはですね、5時間半ぐらいかな、寝たのは12時、あ、1時近くに寝て、で6時半に目覚ましかけたら6時ぐらい目覚めちゃって、5時間ぐらいか。よいしょ、よくパンパン美味しゅうございました。でこれは昨日使ったあの買ったペットボトルなんですけど、朝旅館の隣のセイコまで1リットルの紙パックのお茶買ってきて詰め替えました。105円で1リットルです。